どうもどうも、人生オワコンおじさんです。今日はちょっと夢の中で泣いてしまいまして、その見た夢の話なんかをしようかと思います。あくまで夢ですのでオチとかはありません。夢の中で高校時代まで友達だった同級生、幼馴染の家に遊びに行ってました。幼馴染は男です。その家の中でゴロゴロしながら漫画のこととかを思い出していたような気がします。ドラえもんとかそういう系の漫画だったと思うんですけど、ハムスターかビーバーが卵を温めてるような微笑ましいシーンを思い出していました。しかしその漫画は悲しい結末に終わります。そして、舞台は変わりましてパチンコ屋に行ってました。パチンコ屋は、新装開店したみたいで、まあお客さんはあんまり少なかったんですけど、超巨大パチンコ、映画怪人出てくるようなイメージの超巨大パチンコがあったりしました。普通のいわゆるデジタルパチンコ とは、仕組みが違いまして、まあ V 特定の穴に入ると大当たりで、その後、決まった穴を狙って入ると大当たりラウンド数が決まったりとか、あるいは各辺の回数が決まるようなそんな台でして、しかもそれが超巨大でした。一つの玉の大きさも、バスケットボールぐらいあったんじゃないかと思います。そのようなパチンコ台を、ワンゲーム、YouTube チャンネルワンゲームの鉄さんが売ってたりとかして、まあ映画怪事のように熱くなったり叫んだりしながら、その巨大パチンコをされてました。一方私はそのパチンコ店の中に、おそらく不正、不法の、まあ勝手にやってる行為だと思うんですけど、パチンコ店の中に自動販売機を勝手に設置してまして、それが何か場所が変わったのか何かトラブルがあったのか分かりませんけど、そのパチンコ台を再び設置するために台車に乗せて運んだりしていました。自動販売機はどこか負傷しているようで、電子部分がむき出しになっており、素手で触ると感電するような状態になってました。それを運んで、まあバレないように設置して、まあそれが私の収入源なんだと思うんですけど、それを設置している間に夢の中で泣いてました。自分の人生はなぜこんな感じなんだろう、自分の人生に未来はあるんだろうか、そんな涙だったような気がします。そしてなんだかんだしているうちに目が覚めまして、目が覚めたら、現実の私も泣いてました。まあこの YouTube チャンネルがかそっているように、私の人生というのもあまりうまくいっていないところはあるんですが、そのような境遇とかを思い出して、また夢の中の感情というのを引きずったまま泣いていました。徐々に頭が現実の方にシフトしていく中で、少し前にアルバイトをしていてもう辞めましたけど、辞めたというよりは、仕事が入ってきてないんですが、アルバイトもしてましたし、まああまり活かせてませんが、大学院も卒業してました。ブログや YouTube もやっていて、アフィリエイトもやっている。パチスロをすれば少し勝っている。そんな風に自分の中の自信というものをつなぎ止めるようにして、徐々に感情というものを自分の方に寄せていこうとしたんですが、そもそも泣くということ自身が久しぶりだったような気がします。そしてまあ涙が出た原因っていうのを自分なりに心を落ち着けて考えてみると、まあ YouTube、 インターネット、ブログなどに様々な発信を続けていますけど、それに対する成果というものがなく、手応えを感じていないあたりが心身ともにストレスになっていたんじゃないかと思います。まあ私もいい年なので、あんまりぼやぼやしてられなくなってきまして、この YouTube とかもお金になる気は全然してないんですけど、
今日出た涙というのはそのような精神的ストレスだったんじゃないかと思った次第です。はい、そんな感じで思ったことを話してみました。またお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。